皆さんこんにちは、ワナレグリフィッシュです。今回は、プレイステーションの機動戦士ゼータガンダム、神湯ディスク続きをプレイしていきたいと思います。今回は、ゼガンの門ですね。もうこの神湯ディスクの終盤、その最終盤に差し掛かってきた感がありますね。クワトロ隊と神湯が、アーガマに帰還してから、ティターンズ、アクシズ、エウゴの三つどもえの戦いは、さらに混沌とした様相を展開した。ティターンズはグリプス2をコロニーレーザーに改造し、その照準をグラナダに向けた。我々はザベケ復興を承認することを条件に、アクシズのハマーンカーンに協力を求め、グリプス2の核パルスエンジンの破壊に成功する。しかしハマーンは再びゼダンの門へ向かい、ティターンズと接触を図るが決裂。同時にハマーンは隕石基地アクシズをゼダンの門へ向けた。ではゼータガンダムはビームライフル装備で出ます。今回の作戦はアクシズがゼダンの門に衝突するまで脱出するティターンズの艦隊を釘付けにすることにある。モグラ叩きの要領ですね。いいこと言うな。前方に見えるのはアクシズですね。前方にサラミスかな。これがじゃあモグラ叩きの要領で、撃沈していくステージになるのかな。そうですね。おっと、いきなり食らった。これで、まあ、ライフルを打ち込んでいけば容易に撃沈できましたね。どうやらこの一石だけで良さそうなステージかな。いや、続きがあるな。これはバイアランですね。 RX160。 ゼータか。近づくやつはみんな灰にするぜ。というわけでバイアランのジェリドと戦闘だな。すごい、あの至近距離でライフルを下げてきた。これはバイアラン相手なので当然格闘戦には入りたくないので射撃戦に持ち込みたいんですが、なかなか当たらないかもしれない。しかもこっちが逆に食らってしまった。ちょっとここは根気よく粘り強く距離を取りつつ射撃戦に徹しましょう。格闘を入れられるとちょっとまずいことになりそうなんで。くそ、弾切れだ。これで終わりだ。神、一機のモビルスーツに構うな。離脱する。金色め。ジェリドを退けましたね。
アンポリーは ナレーションで死亡か。はい、というわけでゼダンの門攻略完了です。このカミューディスクですね、次のステージが最後のステージのようなので、次回はその最後のステージプレイをしていきたいと思います。